10月9日水曜日朝6時15分のホームポイントはかすかなオフショアで、綺麗なラインナップがミドル付近からブレイクしていますね。入れば乗れないことはないと思います。おー、ホームポイントの右もオフショアで、今ミドル付近からいい感じのうねりがブレイクしましたね。ちょっとインサイド気味ですね、ブレイクが。気温は16度しかないですね。風はかすかな、オフショア。波は膝ももぐらいあるのかな。ややインサイド気味にブレイクしますが、入ればテイクオフはできますね。まあ、ここにこれだけいい感じのうねりがブレイクすれば近場で乗れるポイントもありそうですね。お、これはいける。いい感じですね。